2本目の動画、江川さん、はい、やったよね。やりました。作ったね。やりました。やりました。あっちが組み立てた数々のね、頑張った。頑張りましたもう。これ明日も続くんですね。あとまた来てない物品もありますから。でね、江川さん、はい、あの僕スチールロッカーってやっぱこうやって来るもんだと思ったんですよ。こうやって前の法人ではこうやってあのなんかお兄さんが2人ぐらいで こちらですかみたいな、見てください、ロッカーこんな感じです。箱薄いなって思ったらね、やっぱこういう安いとこうなっちゃうんですね。というわけで今日今からもう一本作るか諦めて帰るか、どうしましょうね。帰りましょう。やろうよ、ここまで開けたんだから。そうですね。ね、はい、というわけでロッカーは組み立っては来ないっていう、安物買うのを気をつけてください皆さん。耳寄り情報でした。それではおしまい、バイバイ。